エドワルト・ザカライアズ、1873エドワルト・ザハリアスとなり、1897年に園長となった。1904年からは、ハンブルク全域の植物研究所を管理した。1897年に、ハンブルクの園芸見本市を企画し、新しい植物博物館を創設した。科学上の業績としては、細胞学の分野で、 フリードリヒ・ミー・シェルが発見したネクレインとバルター・フレミングが発見した細胞核内にアニリンで強く染まるクロマチンが同一の非タンパク性の物質であることを示す実験を行った。ハンブルクやその周囲の地域の園芸協会の議長も務め、自ら主導して設立した国内園芸協議会の理事会のメンバーなども務めた。イーザカライアズは 植物の学名で命名者を示す場合に、エドワルト・ザハリアスを示すのに使われる。ありがとうございます。